はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、手裏剣戦隊2忍者食玩忍手裏剣3です。はい、食玩忍手裏剣3はまさかの全2種類で、1番お供忍手裏剣激アツ、2番お供忍手裏剣覇王です。もう2忍者もクライマックスに入るところですけど、このシリーズは1年通してあんまりこうやる気がなかったというか、種類が全然増えませんでしたね。ただ激アツも覇王もデラックス版のおもちゃを買わないと手に入りませんから、音声を楽しむにはいいですよね。覇王は音声が4種類ですけど、激アツはなんと9種類入ってて収録音声多いですね。ではレビューしていきます。まずは1番の激アツから開けましょう。ちゃんとブレードがクリアパーツになってるかなと。お、ブレードほとんど変わんないですね。クリアオレンジですよね。もちろん顔パーツはフラットですけど、デラックス版と見比べてもなかなかの完成度。ベースのブラックとか、ブレード部分の雰囲気とか、ここの塗装も変わんないですね。うん、素晴らしい。覇王も開けましょう。パカッと出して。あー、これはちょっとデラックスに比べるとブレードの光沢感というかメタリックさが足りてないかな。あー、そうですね。デラックス版はブレードの部分がゴールドメタリックになってて結構光ってたんですけど、今回は普通のゴールド、メタリックは入ってませんね。ここの塗装とかはまんま同じで、タカハルが立つパーツもついてますから、デラックスライオンハオについてくる赤忍者超絶をブツッと差し込むことができます。では詳しく見ましょう。まずはお供忍手裏剣激アツ、ぐるっと見回すとこのようになってて、近づいてみるとこんな感じ。ブレードもスイッチを押してスライドして引っ張れば取れますから、ブレード交換もできます。では音声確認、まずは1音目、2音目、あ、これはデラックス版と同じで召喚音声入ってますね。しかもデラックス版だとあーちゃ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 しか入ってなかったんですが、今回はデデンという音声まで入ってます。4つ目。5つ目。6つ目。7つ目。8つ目。おー、これは、デラックス版とか、ロボットの連動でも、なりませんでしたね。食玩専用音声入ってました。では最後。はい、最後の合体完成サウンドは、セリフのみが入ってて、BGM はなしですね。ただ、やっぱり9個も音声が入ってると、なかなか盛りだくさんで、すごくいいと思います。では次はお供忍手裏剣覇王、ぐるっと見回すとこのようになってて、近くで見るとこんな感じ。ブレードは本当に細かく作ってあって、造形はデラックスと変わりませんね。横のスイッチを押せばブレードは外すことができます。では音声確認、まずは1音目、2音目、3音目。おー、これも初収録ですね。ライオン変化、食玩限定音声。4音目。ライオン覇王のセリフはあっても、BGM はなし。ただ、3音目の、この音声いいですね。両方ともジョイントはありませんから、ロボと合体はできませんけど、忍者激アツ等にセットして連動させることなんかはできます。
キュウエモンの小槌にセットして使うこともできますし、お供人手裏剣覇王をセットして、こんな感じで術っぽく連動させることなんかもできます。はい、ということで食眼人手裏剣3を紹介しました。コア部分の作りは相変わらずさっぱりしてますけど、ブレードの造形は手が込んでますし、音声もデラックス版と同じようなものが入ってて、食眼専用音声も入ってましたね。特に激アツの方は収録音声も多いですから、デラックス激アツ大王を持ってなくて音声だけを楽しみたい人にはかなりいい商品でしたね。このシリーズの4が出るかは分かりませんが、終局忍手裏剣あたりは出してほしいですね。以上、手裏剣戦隊忍忍者食眼忍手裏剣3の紹介でした。